長大な蜂の巣、全長4.1メートル巨大な蜂の巣、重量約500キログラム聖火ランナーを模した、蜂の巣蜂博物館は、長野県上名郡中川村にある蜂の博物館で、ある。蜂博物館は、中川村への宿泊施設である、防学層の館内に立地する、蜂をテーマにした。 博物館であり、中川村在住の蜂研究家が、修正を利用することで黄色スズメバチを操り、自在な形状で巣作りをさせた、様々な蜂の巣や、蜂を並べることで描いた絵である蜂アート、蜂の生態や標本などが展示されている。主な展示物には、1994年に、博物館の目玉とすべく作成された、全長4.1メートルの長大な蜂の巣や、 1995年に長野オリンピックの成功を記念して作成された聖火ランナーを模した蜂の巣。1996年から1997年にかけて作成された重量5 0 0ラムの巨大な蜂の巣などがある。博物館の開館は1995年4月であり、観光振興を目くむ中川村が村内の新たな観光拠点とすべく、 中川村触れ合い観光施設条例に基づいて設置したもので管理。運営は指定管理者制度に基づいて村が出資している。第三セクターの中川観光開発株式会社が行っている。蜂研究家が操った黄色スズメバチの女王二27匹と働きバチ約20万匹により作成された蜂の巣であり、大きさは全長が4.1メートル。 直径は約60センチメートルとなっている。台儀となっている奈良の木は鉄筋コンクリート製の台座に固定されており、全長は4.9メートルである。八博物館の目玉とすべく1994年に作成されたもので、5月に台儀の設置が行われ、完成後の12月17日に防学層へ搬入された。完成当時としては、 世界最長となるハチノスであったが、1996年に、これを超える全長が6.5メートルになるハチノスが、作成され、東見市の蜂天国で展示されている。蜂研究家が操った黄色スズメバチの女王蜂114匹と、働きバチ約50万匹により作成されたハチノスであり、大きさは、全長2.7メートル、直径2.25メートル、 胴回り6.6メートルで、重量は、巣本体が約500キログラム、大義と台座が約1000キログラムとなっている。蜂の修正を用いることで、巣の側面に蜂の文字を描かせている。1996年から1997年にかけて作成され、1998年4月16日に、蜂研究家の講演組織である蜂友会によって、 八博物館へ搬入された。八研究家が操った、女王八20匹と、働き鉢約15万匹により作成された蜂の巣であり、全長は2メートル、重量約20キログラムとなっている。長野オリンピックの成功を祈って、1995年6月から11月にかけて作成され、1996年4月18日に、 八博物館での展示が始まった。また9月25日からは、長野県庁の本館棟1階にある、県民ホールでも展示された。日本農業新聞1995年4月17日、巨大八の巣に、家族連れドット、長野県中川村の博物館人気呼ぶ中川村ふれあい観光施設条例、中川村。 広報中川ナンバー335-20064月号2006年4月15日13ページ AB 日本農業新聞1994年12月20日4.1メートルの八の巣新居へ移す長野中川村日本農業新聞1994年5月18日八の巣4メートルに挑戦 長野の富永さん品の毎日新聞1998年4月23日夕刊中川の富永さん制作、巨大ハチノス引っ越し作戦、記者も現場へ、ハット AB 品の毎日新聞1998年4月17日長官、中川の500キロ、巨大ハチノス研究室から博物館へ、引っ越し、 AB 中日新聞1996年9月26日長官、見事。聖火ランナー像中川村の富永さん八の、鈴くり利用知事ら除幕、朝日新聞1996年4月18日、東京長官、聖火ランナー型の巨大な巣が完成長野の、八博物館ハット AB 中川観光開発。 第35期、中川観光開発株主総会資料2005年9月27日2。中川観光開発第36期中川観光開発株主総会資料2006年9月28日2。中川観光開発第37期中川観光開発株主総会資料2007年9月28日2。中川観光開発 第38期、中川観光開発株主総会資料2008年9月26日2中川観光開発第39期、中川観光開発株主総会資料2009年9月30日にありがとうございます。